以前話した場所の話なんだけど、あのー、昔に、ちょっと変な話を聞いたことがあって、もう俺は小学生、うーんち、中学行ってねえだろうな、多分、おかん、ばあちゃん家に行ってた頃だから、多分、小学生だと思うんだよね。えーっと、そこの近所の人の話で、 あのーまあ、キツネ日っていうタイトルで多分前に撮ってあると思うんだけどそこのそこら辺のね話をそこら辺っていうのがそのやっぱキツネの話っていうかめちゃくちゃ多いのね昔話がめちゃくちゃ多くてそうで元は合戦場うんでそこになんかまあ出るなんて話は昔からいくらでもあったわけそこにまあそういう怖い 物とかそういうのは全然関係なしに、農作業してるおじいちゃんおばあちゃんがいるわけじゃんで。そういう人たちからちょろっと聞いた話がね、この話なんだけど、ある日、普通に農作業して、まあまあ、ね、夕方なりなんて。ね。その作業の、なんて言ったらいいかな、こう、後じまいって言ったらいい。こういうね、片付けっていうか、をしてて、 ふと気づくと、まあ、そうだな、電信柱より低い高さぐらいのところを、何かが飛んでるんだって。なぜ俗に輸送ううう人玉、ま、とかきつねび、鬼びって言われてるものなのかねなんて。そういう話はね、よくあって、見ても不運ぐらいだんだってね。っていうのもそこが、あのー、ね、昔もばあちゃんが言ってたけど、ね、ばあちゃんのお父さんだよね、あのー、俺のひいじいちゃんになるのかな。 とお風呂行った帰りに何かね、飛んでる青いものを目の前横切ってったのをね、2回見てるからね、そういうものがあるからもう、昔の人だから、そういうのは、なんか不思議には思うんだけど、そこまで話題にはなんないんだろうね。で、またとある日、あの、その人たちね、そこで農作業し,してね、ね畑やって、なんて。そうするとね、甲高い声がずーっと聞こえてんだって、お昼過ぎから。 すごい甲高い声がね。人とも取れるんだけど、まあ、大概動物なんだよね。そういうのをたぐいっていうのはね。で、それがまあ、その、上に少し、でかいかな、あれは。霊園があるんだよね。霊園の方から聞こえてて。なんか、あの、悪さして生きてるんかねと幼いものなんか食べききて、なんて言ってて。で、また夜になり、夕方か、夕方になり。よし、じゃあもう帰るか、なんて言ってるときに、そっちの霊園側、小さい垣根があるんだよ。 でその垣根のところから異様な数なほどのキツネがいるっていうのね。んキツネだけど何か違うって狐だよなあって狐だけどあれ神社に置いてある狐だよなっていうの。 生きてるもんじゃなくて神社ね稲荷神社とかに置いてある狐があるでしょあれのバカでかいのがバーってその垣根越しに並んでこっち見てるってこっち向いてるっていうなんだあれってあんなんいつから立ってるんだわかんねえって、ま、見たことないってあの狐は人工物だろっていう話で要はそこにね立ってるわけだからなんだなんだって言ってる間に いつの間にかそれがなくなってるって。これ、狐に化かされてるんだよ、みたいなそういう話になるわけよ。ね、で、そこのあのー、霊園。昔から、まあやっぱり人玉が出るんで有名で、あのー、ね、ちょっと前までは、本になんか載ってる、載ってた場所なんだけど、その霊園の入り口。小さいね、あの、社があるのね。まあ、稲荷。 稲荷の稲荷神社っていうか稲荷神社って言ったらいいんかなあれはそう小さいほこらと、まあ、やしろ鳥居があってあのー、そこの前にまあきつ小さい狐がちょっと気持ち悪いんだけどあのバーって水沿いに並んでるのよ昔からなんだけど多分今もあると思うんだよねだからそこの狐がななんてあのー、出てきてこっち見たんだろうななんて話をしてたんだってね で、あの、翌日、そこの狐に油揚げ持ってったんだってね、そのじいちゃんばあちゃんが。そしたら、そこにあった狐が、バラバラにされてんだって。割れてるんもあるし、割れてないんもあるし、そのままの状態になってるんもあるし、多分誰か悪いことで、な悪さしたんだろうなって。で、それがその昨日見た、よくわかんない光景の次の日だったから、そう余計ちょっとね、気味悪がっちゃって、それ以降、そっちの、なんて言うんだろう、 霊園側には行っっててなない話なんだけどそれがね、あのー、最近になってからね、ちょろっとその話をね、聞いて、ああ、そういえば、なんか昔話してましたね、って。っていうのは、ばあちゃんの知り合いの家のね、農家の人なんだけど、あのー、あそこで最近ね、夏、あのー、悪さしてる人がいるからさ、って。 見かけたら、こあのなんか言ってくれって、まあ、声かけてくれって言われたのね。俺が見たら、あのそこの家にあの声かけてくれって言って。なんか相当悪さしてると、あそこなんか変なことが起こるって話があるんだよね。でもね、あの、そういう物理的にありえないこと、目で見えてて、降っていなくなっちゃってたりね、あの、なんつなうの、視界の端の方に見えてて、すっていなくなっちゃうもんとか、そういう気持ち悪い感じの話は大好きなんだけどね。でもねあのー そこの場所っていうのがまあ、あれ霊園とかには撮影はほぼ行かないんで、昔は行ってたんだけどね、行かないんだけど、ね、バーチ当たりのことすりゃ、なんかそういうもんが、ね、出てくるっていうことなんだろうな、昔からキツネの話が絶えない場所の話です。